皆さんこんにちは。ダヴィンチリゾルブで動画編集をしているとき、音声をイヤホンで聞いたら片方からしか聞こえないといった経験はありませんか？今回はこのトラブルに対しての解決方法を解説します。それではご覧ください。こちらは今日の目次です。前提知識、モノラルとステレオ。モノラルとは、一つのマイクで録音、または一つのスピーカーで音を出すことを言います。対してステレオとは、二つのマイクで録音、または二つのスピーカーで音を出しています。つまり、今回の対応としては、録音状態はどうであれ、二つのスピーカーから音を出せばいい、ということになります。今回実験で使う音声サンプルは、モノラル状態で録音された、こちらのデータを使います。こちらは音声サンプル。ただいまテスト中です。実践、モノラル設定。サンプル音声をエディットページのタイムラインにドラッグし、再生してみます。こちらは音声サンプル。ただいまテスト中です。すると、左側からしか音が聞こえなくなりました。どうしてこうなるのでしょう。最初に音声をドラッグすると、音声のトラックが生成されます。その時、こちらが 2.0 になって、マウスオーバーすると、ステレオの文字が出ますが、こちらの数字が、スピーカーの数だと考えてください。一つのマイクで録音した音を、二つのスピーカーで出そうとし、左側にしか反映されなかった、という現象です。最初の解決策は、下にドラッグし、トラックを変えることです。すると先ほどの数字も1になり、音声も。こちらは音声サンプル。ただいまテスト中です。このように、両方から聞こえるようになりました。もちろん、トラックそのものを変更する方法もあります。まず、左側の対象トラックの上で、右クリックします。すると、このようなメニューが出るので、トラックの種類を変更から、こちらを、モノ、に変更してください。すると、先ほどと同じく、モノラルで、両方から全く同じ音声が聞こえます。それぞれのスピーカーに音を入れる。先ほどの解決策でも、うまくいかない人向けに、ステレオバージョンの解決法です。ステレオとモノラルが混在する人の場合は、こちらを見てください。フェアライトを開きます。すると、音声編集専用のページが開きます。先ほど修正したモノラルで両方から同じ音が出る場合の表示がこちら。そして、片方しか音が出ない場合の表示がこちら。トラックの表示が多いことにお気づきかと思いますが、こちらがステレオとモノラルの違いで。上が左スピーカー。下が右スピーカーです。なので、右のスピーカーにも音を入れていきます。まず、先ほどの方法で、ステレオになっていることを確認し、対象の音声の上で、右クリック、クリック属性を選択します。出てきたポップアップの、音声、ボタンをクリックし、フォーマットのところのプルダウンを、モノから、ステレオにします。すると、下に項目が増えるので、ミュートのプルダウンを変更してください。設定が完了すると、ご覧の通り、両方のトラックに音声が入り、両方のスピーカーから音が出るようになります。いかがでしたでしょうか？以上が片方のスピーカーでしか音が出ない場合のトラブルシューティングです。少しでも皆様のお役に立てれば幸いです。ご視聴いただき、ありがとうございます。